ちゃんとかぶっときなよ。また落としたって知らないからな。さあ、まっすぐ玉座へ向か。行ったところで何の役にも立たない。そんなことない。黒猫ちゃんがいなきゃ私きっと玉座にたどり着けない。待ってて、私が何とかする。すぐ助けに行くからね。やっぱり面倒だな、意志を持つクラフトソウルって。気がついたか。黒猫ちゃん、よかった、無事だったんだね。さっさと玉座へ送り届けて。このお荷物とはおさらばだって思ってたんだけどな。この短い間で実際君はよく頑張ってるよ。黒猫ちゃん、もしかして今私のこと褒めた？のんびりしてる場合じゃない。さっさと立ちな、行くぞ。うん。さあ、僕の後についてくるんだ。これが僕が君にしてあげられる最後のことだ。
Thank you.
玉座だ。君もこの玉座を目指してやってきたのですね。あなたは。私もです。君と同じですよ。玉座の力を求めここまで来ました。他の何事にも目もくれず。ただしかし、なぜでしょう。やっとの思いでここまでたどり着いたというのに。玉座についても何も。なぜでしょう。入ってくるはずの力が少しも感じられません。私にはわかります。君はここにいる人間と違う。体を変えれば力を手に入れられるのかしら。そんな、私が破れるなんて、まさか。私は必要のない存在、なのですか？返して、これは、私の玉座。哀れな人形だ。
やっと使命を果たすことができるのね。この玉座に座ったら、させない。私の玉座は渡さない。私はまだ力を得ていない。離して。私だってまだ。ありがとう、私の眷属よ。やっと戻れた。この私を封印した玉座に。今度こそ絶対に渡さない。私は、私を取り戻す。